皆さんこんにちは。ドラゴンボールレジェンズプロデューサーのトシです。レジェンズの1年における最大のお祭り、レジェンズフェスティバルまであと2日。そして直前、番組の放送はいよいよ明日となりました。というわけで本日もレジェンズフェスティバルに関する情報をチラッとお伝えさせていただきます。本日のチラッと情報はこちらです。今日の段階ではまだ発表ができないのですが、待望のあのキャラがレジェンズフェスティバル期間中についに全開覚醒いたします。まだ性能を調整している段階ではありますが、着実なパワーアップとなる予定です。おそらく皆様の頭の中にはあのキャラじゃないかと数体のキャラクターが思い浮かんでいると思いますが、こちらは直前番組で発表させていただきますので、どうぞお楽しみに。というわけでその直前番組は明日11月23日13時から放送予定です。レジェンズフェスティバルに関する情報を盛りだくさんでお届けいたしますので、絶対にお見逃しなく。さらにこちらの SNS キャンペーンも開催中です。リツイートとシェア数に応じて時の結晶が増えていきますので、どんどん参加してくださいね。以上、ドラゴンボールレジェンズプロデューサーのトシでした。レジェンズフェスティバルまであと2日です。明日の放送絶対に見てね。